ジェイさん、ヨシエさん、こんばんは。あ、いつもありがとうございます。暑いね、今日も暑いね、暑いね、ほんと暑い。タラコ、タラの子ちゃん、おかえり、ありがとう、ありがとうね。トイレ行ってきたよ。長トロは遠くに暑そうだって。暑いんだよ、ジェイさん、36度ぐらいあるよね。暑いね。まゆみ、まゆみちゃん、暑いですねってね。あかりちゃん、よせさん、こんばんはって。ケイティ、ありがとう、ありがとう。ふわふわさん、よせさん、お疲れ様って、ありがとうね。にっきちゃん、トイレ行くのも一苦労だよね。そうなのよ、今行ってきたのよ。ああ、立つがよいじゃないかね。そうなのよ、にっきちゃん。うん。ね、うん、ああ、ピンポーンって人が来るしさ。お寺のお金だったよ。お盆が来るじゃん。お寺にお金払うのよ。ああ、小柳ルミ子さん。40度 C だってよ。誰でも頭、わーんとするわ。本当だよね。ゆすみちゃん、よせさん、お帰りなさい。ありがとうございます。ありがとうね、ゆすみちゃん。ほわんってしちゃうよね、これじゃあね。誰でもね。まみ、まゆみちゃん、もう、暑さ、寒さに気なし、気にしなくていいから。施設入りましょう。いや、まだ嫌だよ。施設嫌だよ。嫌だよ、自分の家の方がいいよ。困るよ、それじゃあ。ありがとう、ありがとうね。すみさん、札幌22度だって。あら、涼しいね。ちょっと肌寒いですよって。そうなん。いやー、22度。いやー、考えられないね。こっちは暑いよ。ああ、36度だよ。ああ、22だとちょっと肌寒いね。確かに。ねえ、すごいね。札幌いいね。涼しいね。ねねちゃん、北海道、湿度がないからいいな。そうだね。いいね。こう湿度なければ。肌寒いぐらいだね。めぐちゃん、私エアコンなくて暑い、しんどい、あら大変。エアコンなくちゃ大変だね、この暑いのに。めぐちゃん、そうなん、大丈夫？困るね、エアコンないとおかしくなっちゃうね、これじゃあね。大変だよね、ほんと大変ですよ、エアコンないとね。こちら、カズちゃん、アバーブルバルーンさん、こうありがとうございます。ありがとうね。こちら、カズちゃん、ありがとう。おみさん、93さん、よせさん、こんばんは。涙ってね。あら、まゆみちゃん、みなの町23、みなのがそんな涼しいわけないでしょ。おかしいよ、この方、まゆみちゃん。23度ってことないよ。だってここと近いよ。もうさ、あちいよってね。こちら、バブルバルーン、ありがとう。散髪屋さん、こちら、お疲れ様、こんばんは。いつも天国さんの応援ありがとうございますって。あ、散髪屋さん、あ、とんでもない、ありがとうございます。こちら、七夕風船5個、ありがとうございます、ありがとうございます。散髪屋さん、ありがとう。めぐちゃん、大丈夫じゃないよ。夜は裸になったり、濡れタオル体に乗せたりって。エアコン買ったらどう、めぐちゃん。参っちゃうよ。まゆみちゃん、体感でーって。
ってね、ジュリーちゃん、ヨセさんこんばんはって、散髪屋さん、ナイスポチって、ありがとう、ありがとうございます。ねねちゃん、天国さん、リスナーさん、ありがとうございますってね、こう、小柳ルミ子さん、キッチンにそろそろエアコン設定されるのって、うん、なんかね、シコがみんなやってるよ。うん、この間取り付ける人来た。ああ、でも本体が来てない。ああ、ねえ、慎吾さんみんなやってるから、私には分かんないよ。ああ、ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ね。ほんとね。ありがとうね。ああ、ほんと暑いね。あの人おかしいね。ミナノが二十何度っていうの。だってミナノとここ近いから、ここ36度だからさ、そんなわけねえんだけどな。ちょっとね、ちょっとおかしいな、ちょっとおかしい。アンチさんかな、アンチさんかさ。ねねちゃん、キッチンと和室は体勢どっちが楽ね。うん、キッチンはね、うん、いいんだけど、あの椅子が良くない。腰とね、足の折れ目が痛くなる。うん、こう丸がほら、こうなってるでしょ。布団敷いて結構いいなと思ったけど、ダメだね、あの椅子ね。飾り用だね、あれはね。そう、あ、めぐちゃん、キッチンに取り付けても、しんごくん、責めないでねっても。そうなん、あ、ジュリちゃん、夏だから仕方ないけど、今日も36度超えだよって。こっちもそうだよ、マジ焼け焦げるよって。本当だよね、焼け焦げちゃうよね、生きたまま焼き焦げだよ。マロちゃん、ヨシエさん、ナイスしましたって、ありがとう。マロちゃん、ナイス、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ね。ありがとうね。ねねちゃん、外にいると、ああ、日干しになる。本当だよね。あれ、日干しになっちゃうよ。本当だね。でも、外でね、働いてる人大変よね。おじい、今日疲れるんじゃね。かご集め。ね、びっしょりだと思うよ。ね。困ったいね、びしょびしょじゃね、汗びっちょりだと思うよ。うん、ほんとだよ。ピーコちゃん、こんばんは。何か食べられますか。うん、まだ食べてない。今日はね、さっき出たよ、よかったよ、休憩中出た。うんね、うんちしてきたよ。うん、家庭のがさ、黒かったよ。うん、やっぱり鉄分が黒いからすごいね。やっと出たよ。うん、よかったよね。全部は出ねえけど、少し出ても違うよね。うん、そう思うと相原さんもかわいそうねって。そうだね、ねねちゃんね。だってあの年してさ、外でね、腰も痛くなるよ、足も痛くなると思うよ。うん、だから無理しちゃダメだよね。ベリサちゃん、ヨセイさん、ご報告ありがとうございます。笑うってね。ユナちゃん、ヨセイさん、お疲れ様ですって、ありがとう。七夕の風船ありがとうございます。ありがとう、ユナちゃん。みーちゃん、体調いかがですか。お疲れ様、ありがとう、ありがとうね。うん、うんちが出たからいくらかいいよ。ありがとう、ありがとうね。ありがとう。うん、ぷくぷくちゃん、ナイスをしに行きましたって、いつもありがとう。ぷくぷくちゃんもいつもありがとうね。ありがとう。暑いね、気をつけてね。暑いから気をつけてよ。ね。
みんな暑いからね。私28度になってる、ここ温度、28度だよ。うちのクーラーでかいからさ、28度で寒いぐらい。ありがとうございます。今日2台つけてる、慎吾の部屋もね。今日さ、ピンポン鳴ったでしょ。あれさ、お盆の集金だよ。 だから言ったんべ、7月半ば頃お金、お寺さんに8000円ずつ2件分16,000円、封筒にちゃんと入れて用意しといた。だからね、慎吾に言ったの、あそこにある通帳が入ってる封筒を持ってきてって。あそこに お寺さん、お寺のことだってって慎吾が言うから、ねえ、お盆の申し込みだよ。あのね、当場とさ、あれだよ、お寺2軒分8000円ずつ、16,000円だよ。毎年7月半ばね。だから私ちゃんと用意したからすぐ払えるけど、なのね、この体でね、集めるん大変だよ。封筒入れといた、もう。おいでさ、墓場掃除じゃなくてお寺掃除するんだよ、無重だから。8月4日8時だって、日曜日。ね、お寺掃除もしてさ、墓場掃除もするんだよ、大変だね。だけどあれだよね、今度はいなくなってあの子できないと思うよ、そこまで。おじいが行くっつってるけどさ、お寺ね、ナイスしに来ました、ありがとう。ジュリーちゃん、ヨセさん、お寺さん、二つなの。そうだよ、無住だから、うちの慶応寺って無住なんです。掃除寺は坊さんいます。だから2軒分払うんです、8000ずつ。毎年ね、お盆が来るためね、7月半ばにいつも来るから、もうちゃんと封筒入れてありますから、パッて払いました、信号払ってってね。私だって立っていくの大変だから。おいでね、みーちゃん、暑いのに大変ですがってね。そう、アング、あゆはアングちゃん、シンゴおるっているよ、部屋に。だからシンゴに、シンゴ誰か来たよって言って、ゆなちゃん、たまちゃんだって、ありがとう。こちら、七夕風船、ありがとうございます、ありがとうね。ジュリーちゃん、あら大変だねって。そうなのよ、いつもね、毎年7月半ばに来る、集金に。それでお寺掃除ね、出るんだよ。ね、8月4日って言ったよ、お寺。あら大変だねってね、大変なのよ。リスナーさん、東京は今日もお盆ですって。今月からお盆、そうなんだ、東京はね、そうなんだ。信号わかるかね、私いなくなって1年間の支払いわかるかね、あの子に。困ったね、何もわかんないと思うよね。まだ県民税払わなげだね、なんとも言ってこねえよ。まだ県民税払わねえのかな。お寺、墓場も掃除あるんだって。そうなんだよ、両方するん。ね、とっくり坊やさん、かわいいって、ありがとう。初コメって、ありがとうございます。初コメさん、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いしますね。ピーコちゃん、最近心配そうで、そうですね、せがれのことがあって。そうだよ、できなかったら困るでしょ、私いなくなって。うち回せなかったら困るじゃん。私先々こう、みんなお金は入れとくから、封筒で。
今度は何払うってね、うん、私きちんとしてるから、うん、こんな体だとね、来てからお金払うってこと無理なのよね。あの、うと入れとくの、今度は何取り来るとかね、うん、そうだよね、こちら、おねねちゃん、お寺の掃除でない場合はしなくてもいいのって。うん、そうじゃない、ねねちゃん、お寺掃除ね、出ないとね、出不足っていうの出すの、お金1000円出すの、うん、1000円かかる、出ない人はね、うん、でもおじいさんが出るって言ってたよ、この間、俺が出るからって、うん、信号はできないと思う、鳴らさないと困るよね、あの子もね。そう、ほんでお寺掃除がね、8月4日だって、うん、ね、その間にうちの墓場の掃除もしなくちゃでしょ、別にね、うん、それでね、盆迎えが朝8月13日盆迎え、盆送りが8月16日、うん、違うお寺行って当番もらってきてね、背書きっていうのがあって当番もらってくるんだよ。それをお墓に納めてね、その当番代が3000円、あとはあのあれなのよ、偉いお坊さんがいっぱい来て当番を拝むのよね。だからね、あのあと5000円はさ、当番料3000円とあのお寺さん5000円払う、だから両方のお寺8000円ずつ、うん、自分のお寺もね、金払うんだよ、無重だから、あの悪いとこ直すのよね、うん、そう、だから難しいよ、うん、私全部やったけどね、歩ける頃何でもできたよ、うん、ピーコちゃんもし仮に掃除しなかった村八分にされたりするかなって、うん、あのね、掃除出ない人は1000円払うの、出不足金って、うん、出不足金、うん、お寺の掃除ね、うん、あれだよ、うん、あのさ、坊さんがいればお寺掃除しなくていいんだけど、坊さんがいなくって自分のお墓も掃除する、だから二重だよね、うん、ねえ、そうでしょ、うん、出不足金っていうの払うの、1000円出ない人は、うん、だからね、村八分人にはならない、お金払うからね、そう、信号が出なければいいのにってね、うん、多分ね、おじいさんが毎年出てる、うん、8時からね、うん、遅い出勤ならいいけどね、うん、8時だからすぐ終わるけどね、あとそれでお話してさ、出るとね、みんなに冷たい飲み物をくれるんだよ、掃除出ると、うん、あとはね、会計報告すんのよ、うん、そう、うん、お寺さんのお掃除とか大変ねって、そうなのよ、外もね、外もやって中もやるのよ、1年空けないからね、中なんかね、前私出たけどさ、動物が死んでたよ、ムジナみたいなの、ムジナがね、山が近いからムジナが降りてきてさ、うん、無重だから死んでたよ、川だけあった、川だけ、うん、ほいでね、畳をね、畳だったんだけど、畳を上げちゃって床にしてきれいに直して、あの私よく掃除したよ、雑巾がけ、女はね、雑巾がけやるんだよ、男は外、男は草とか、うん、男は草とかね、いろいろやるんだよ、うん、大変なんだよ、生きてるのはね、そうだったらさ、永代供養のが良かったね、ね、墓じまい今からしてももったいないでしょね、お墓建っちゃったからね、うちはもうね、もう
無縁仏になると思う。誰も掃除しなかったらすごいよ、かわいそうだね。だから妹んちはあれだよ、そういうお墓買ったけど返しちゃってさ、あ、永代供養に変えた。跡取りがいないんだよ、うん、妹のうちはね。結婚が遅かったから赤ちゃんができない。男2人兄弟だけどお嫁さんに赤ちゃんできないのよ。だから大変なのよ妹も、うん、あけたん暑いよ、こんばんはって。あ、暑いねあけたん。ゆなちゃんお寺も赤も大ごとだって。そうだよね、両方ごとだよねゆなちゃんね、うん、ほんで高いもんね。あ、1万6000円でかいよね1年でね。他のとこ聞くとさ、当場料、当場っていうのがあって、みんな3000ぐらいだっつうの。当場料だけだって、お盆が来ても。うちは違うんだよ。2軒のお寺に8000円ずつ。うん。大変だよね。他ね、友達来るけど、お盆来ても、あれだで、当場料、あのね、宝登山神社はね2000円だって当場、うん、こう先祖代々のね当場建てるのよ、2000円だって、うん、こっちはね1万6000円だよね、参るね、毎年1万6000円、すごいよね。でも私もう知ってるからちゃんと封筒入れて1万6000円って書いて今慎吾に渡してもらった。うん、そうだよね。おいでさ、先祖代々ってね、当場にどなんて書くって言われて、先祖代々っていつも書くんだけど、信号書かねえで、今の人が書いてくれたんじゃね、多分ね、うん。そういうの知っとかないと困るよ、お盆が来るとね。私全部やってたからね、うん、できないから今、うん。仏壇も全部外してね、全部掃除した。でももうできない、そこまでやったらね私できない、うん、墓じまいしたけど難しいってね、うん、墓じまい難しいよね、うん、ね、うん、墓じまいってすごい金かかるんだよね、リスナーさんそうだよね、うん、だからねうちがね平成7年か母親亡くなった。その時さ永代供養があればよかったけどなかったんだよねその時ね。だからお墓建っちゃったのよ。あのねすぐ建てられないでねお寺さんに預けといた。ほいでねいつもおばあちゃん拝み行った。おじいさんとおじいと私と慎吾で、うん、お寺さんにお礼してね拝み行った、うん、それからねなんかご飯食べ行ったりしてさ車があったからね、うん、あほいでおばあちゃんほいでねお墓ね立ったのよ、うん、ほいで立ってね お墓にお骨をねお寺からねお寺さんから私自転車でねお骨持ってきようと思ったらさ自転車に乗れたのよ。自転車のカゴにお骨入れてさ墓医者さんが入れてくれるっつんで運んだのよ自転車。そうしたらね住職の奥さんがねあら起こす自転車じゃ私が車で送りますよって言ってくれてさ車でねお骨ねお寺さんから運んでくれた、うん、住職の奥さんがねそう私ね自転車で取り行ったんだよ。おいでね自転車のカゴがあるじゃん前のあんなかいお骨のね骨箱入れてさ運ぼうとした、うん、そこまで私やったよ一人で。ああできたんだね若かったからね。今は無理だけどさ今考えたらとても無理だよね。ああ信号働きもせるぐらー18度いやーぐーたらーしてますんって。そうだね
自転車じゃガチャガチャしちゃうよ。そう、うん、しちゃうよ。お骨がこうやって動いちゃうよね。遺骨ってさ、あれだもんね、頭一番上に置くんだよね。あ、下からずっと入れてって骨箱にね。おいで、いつもさ2人で挟むんだよね、骨をね、うん、向こうとこっちに人がいて2人で挟んでここに入れるんだね、お骨箱にね。そうだよね、あ、ガタガタ。ほんで頭のね、頭の骨を一番上置くの、順序よくね。自転車じゃガタガタガタって揺れてね、そうなっちゃうよね。確かに私自転車で行ったよ、お寺さんに。ああ、そしたら住職の奥さんが、自転車じゃ私が車で持って、ああ、あこい行きますよって言ってくれてた。お墓立った人が入れてくれた、うん、おばあちゃんをね。そう、うん、おじいちゃんがお墓立ったからね、うん、平成9年春彼岸、うん、春にね、お彼岸に おじいちゃんがさ、平成9年春彼岸にお墓立ってやったんだよ、おばあちゃんに、うん、ほんでおばあちゃん言えたでしょ。そうしたらさ、おじいちゃんその年のね、平成9年の9月じゃねえや、11月あれ、いくんちだっけ、勤労感謝、11月23日か、勤労感謝の日におじいちゃん亡くなっちゃった。自分でね、平成9年春彼岸におばあちゃんにお墓立ってやって、自分が平成9年ね、11月23日勤労感謝に亡くなっちゃった。うん、仲良かったんだね。ね、余生さん、記憶力すごいですねって。うん、記憶力すごいよ、うん、おばあちゃんはね、平成7年5月17日、うん、亡くなった、うん、あ、山が青々してさ、綺麗な新緑の時だったね。おばあちゃん5月17日、うん、おじいちゃんが平成9年11月23日勤労感謝だよ、うん、その日だよ、うん、ね、平成9年の春彼岸におばあちゃんのお墓立ってやって、自分がその年の11月23日亡くなっちゃったね。え、あ、全くね、いろいろあるね、人生ね、うん、私ね、記憶力はいいよ、うん、亡くなった日ね、生まれた日って分かんねえんだよ、親が生まれた日ってそんなに覚えないんだけど、亡くなった日は覚えてるね、うん、親が生まれた日ってさ、自分がほら子供だから小さいから覚えられないね。亡くなった日は覚えてるよ、自分は大人になってるから。ああ、生まれた日ってなかなか覚えられないね、親がね、うん、そんなもんだね。ね、ああ、そんなもんだよ、人生ね。ありがとうございます。はい、原墓に入れて、はい、いっちゃう、うん、うん、おじいちゃんだっけって、うん、そう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 、うん、ねねちゃん、そう、うん、お墓でお昼寝しちゃったおじいちゃんだっけって、そうだよ、うちの父親だよ、うん、お墓掃除行ったんだよ、そしたら帰ってこねんよ、うちの父親だよ、うん、だから若かったんだね、まだね、お墓掃除できるってことは若かったんだよね。ほいでね、あんまりいい気持ちになっちゃって寝ちゃったんだって、お墓で言ってたよ、うちの父親、うん、だからよかったね、おじいちゃん目が覚めてって言ったよ、うん、そうだよね。あの頃はさ、うちの父親掃除してたんだね、若かったんだね、ね、うん、今は相原がね掃除してくれる、言えばね。でもあいつもね、もう無理、よたよただから、もうわかるよ、今日だってすごい疲れると思うよ、
こんだけ暑いのにカゴ集めしてるわけだから、足もね汗びっちょりだと思う今日も、うん、ちょっとかわいそうなこともあるよね。この暑いのにさ、71でだよ、結構きついよスーパーのカゴ集めってね、そう思うよね、うん。相原また働いてるの偉いなって、うん、働いてる、うん、あのね、あのよ、辞めさせてくんないんだって、辞めさせて、だからね出勤をね少なくしてる、うん、疲れるからね、うん、みんながね19日ぐらい働くのにあいつ1ヶ月に9日ぐらい、うん、出勤少なくしてる、そうだよ。ゆなちゃん風船ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。さわやかさん、相原71になったらすげーってなったんです、そうだよ71だよ、うん、ねえ、うん、71じゃねえで、ちょっと待ってよ、私がさ76だんべ、だから、あ、71だ、71、私より5つ分けんだから、そう71だよ、うん、私より5つ分け、王さん慎吾より偉いってね、うん、そうだよね、あの若さでさ困るよね。さこちゃん、こんなに暑いのに偉いよ、私はエアコンの部屋でダラダラだよってね、私もそうだよ、うん、ほんとね偉いよね、この暑いのに炎天下で働いてるってことはすごいね、今日汗びっちょりだと思うよね、うん、みーちゃん、じじいがずっと家にいるよりはいいけど仕事しんどいでしょうね、そう思うよ、うん、確かにみーちゃんの言う通りだね、うん、そうだよ。あ、ポニーテーラーちゃん、あ、ヨゼさん、今仕事終わりました帰りますって、大変ですねポニーテーラーちゃん、帰りますって、これから帰るんね、そうなん、お疲れ様です。暑かったでしょ今日ね、暑いよね、気をつけてくださいね、ありがとう、うん、こちら王さん、信号バイトくらいすれば金取る苦労わかる、そりゃそうだ、うん、金取るって大変だもんね、うん、そうすれば金の価値わかるんだよね、何でもザブザブ買わないよ、そうでしょ。さこちゃん、よせいさん、ちゃんと配信してるから偉いよって、そうかさ、そう、さわやかあーさん、さわやかさん、相原マンション管理人と何かゆく、うん、管理人とかゆるくできる仕事をしたらいいのに、そうだね、うん、そう、もっと軽い仕事をね、わかるよ、ちょっとねきついよねスーパーのカゴ集め、本当だね。スイーツ姫様、妖精さん、今日も暑かったですね、幸せの風船ですって、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。ジュリーちゃん、道路工事の、あ、旗振りのおじさん結構いるわって、あれも暑いね、かわいそうね、年取ってね。あ、でもどっちがいい、カゴ集めのが大変かな、年中動かなくちゃだもん、旗振りはさ暑いけどさ、外で暑いけど動かなくていいよね、うん、どっちがいいんだろう、どっちがいい、わかんないね、うん、あ、わかんないよ、うん、あ、ポニーテーラー、ヨシエちゃん、ヨシエちゃん、いつも配信頑張ってる姿に元気をもらってますって、ありがとうポニーテーラー、ヨシエちゃん、ありがとうございます、ありがとう。お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サンマツヤヨシ、ランデブークマちゃん、ランデク、ランデブークマちゃん、ありがとうございます。ポニーテーラー、ヨシエちゃん、
ランデブー、くまちゃん。ありがとうございます。ありがとう。ね、あ、お仕事ご苦労さんです。ありがとうね、ポニーテーラーよしえちゃん。ありがとう。汗水垂らして働いて。お疲れ様です。お疲れ様。王さん、アイテムナイスって。ありがとう。爽やかさん、炎天下の下じゃ酒飲めないとやってられないのではって、そうか、うん、ねねちゃんランデブークマちゃんだってね、そうだね、ポテトちゃん、ヨセさん、電気つけましょうって、うん、電気嫌いなのよ私、目が痛くなる、うん、だからまだ見えるからさ、うん、電気目が痛い、うん、外の空気がね、あ、明かりうちやってんのよ、うん、みーちゃん、体調は少し良くなりましたか、食事はできそうですかって、ありがとう、うんちが出たから少しは食えるかも、うん、さっき出たんだよ少し、うん、硬かったよ、硬い、うん、あ、ジュリーちゃん、相原さん、何時に帰る、うん、あいつね2時半からさ6時半までお仕事、夜の6、夕方6時半、それからさご飯食ってくんじゃない多分、ほいでさ日曜はパチンコやる時もある、土日はパチンコやるかも、だからおせえかも、わかんないんだよね、うん、自分の明るさでいいかってね、そう、リスナーさん、今日自転車置き場にシルバーさんが働いて暑そうでしたって、そうだよね、うん、気の毒だよね、うん、本当大変だよ、カゴ集めも大変だよな、こんだけ暑ければね、うん、爽やかさん、信号電気つけたら怒られて、あれで電気消す配信面白かったって、そうなの、よく覚えてるね、王さん今日は7月7日相原パチンコやるかもってね、そうだね、日曜だからね、じゅんこちゃん、しんごさん働いてるのって、働いてないよ、働かない、うん、ずっと部屋にいる、何してるんかしら、わかんない、うん、ね、うん、私にはわからない、うん、ね、うん、すごいね、うん、何やってんだろう、ね、うん、でも人が来るとさ立ってきてくれるからありがたいよね、人が来ると、え、黒沢くん、戦後がまたカードを買い、何、え、何、何か買ってる、うん、え、ジュリコちゃん、あ、ジュリーちゃん、慎吾さん、何か仕事ついたことあるのって、うん、あるよ、前はついてた、うん、ソーラー会社のね営業やってた、うん、1ヶ月ぐらいね、うん、ソーラー会社の営業とね、あとはねホストちっとやった、ホスト、うん、ホストやってたよ、友達とねホスト、うん、やってたよ、うん、夕方ね、うん、よくねスーツ着て行ったよ、うん、王さん、ピンポーンになったら必ず信号が対応してもらわないとねって、そうなんだよ、うん、あ、ポニーテイラーちゃん、また大事なことは嫌だよってね、静かに平和に過ごしたいよね、そうだね、ポニーテイラーちゃんの言う通りよね、そうだね、うん、本当だよね、爽やかさん、あんなカード紙くず土曜になったらどうするんだろうって、
換金前って思ってるかなって。あのカードのこと、ポケモンか、ポケモンカード。ねえ、バカだね。わかんない、私には。私全然わかんないな。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうね。今何時？13、14、15、16、17、18。7時になるとこ？7時か。そっか。ありがとうございます。皆さん。87名の閲覧の方。よろしかったら、よろしかったらナイス。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうね。ナイス、よろしくね。70いくつ ?6 か。ありがとう。76。76か。あと24か。76ということは、あと24で700。24。24来るかな。来ればいいな。ありがとう。ありがとうございます。ね。皆さん、ナイス。よろしくお願いします。1ナイスでも、2ナイスでも結構でございます。おー、ドーナツやるって。ドーナツじゃ増えねえでしょ。増えるかさ。だって閲覧91だからドーナツ増える。増えねえんじゃね。増えるかさ。ちょっとね、お料理とかしてれば増えるけどさ、何にもしてねえしね。そうだよな。閲覧がさ、80いくつだもん。ドーナツ。ありがとう。レイレイちゃん来てくれた。レイレイちゃん、暑いね。ナイスに来たよ。ヨセさん、ありがとう。レイレイちゃん、いつもありがとう。女性さんしか押さないっていつも言ってくれるレイレイちゃん、金のメガホン2個ありがとうございます。ありがとうね、レイレイちゃん。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。678678、ありがとうございます。ありがとうね。なんか電気ついたな。どうしたんだ。信号か、信号かさ、76か、信号か、信号だな、電気ついた、お、信号来るかな、来ねえと思う。レイレイちゃん、ありがとうね、いつもありがとう。暑いね、気をつけてね、暑いから気をつけてよ、ね、おうさ、信号ってね、開けたん、信号ってありがとう。金のメガホンありがとう。開けたん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。オニテラジーって、おじい、信号だよ。おじいまだ仕事だと思う。みーちゃん、しんごさん、来たらナイス、増えるかなってね。いやいや、増えないと思うけど、ね。ありがとう、ありがとう。しんご、おるんって。なんかね、何かごそごそしてたな。ね。おじいさんはね、6時半まで仕事だから。6時半過ぎた。7時になるんだ。ほいじゃもう仕事は終わってるね。あとパチンコするかね、まんま食ってくんじゃね。多分ね、おじいさんね。多分そうだよ。74か。あと26だ。26。ゆなちゃん、風船2個ありがとうございます。
ありがとう。ありがとうね、ゆなちゃん。ありがとうございます。ありがとうね。うん、相原は外で飲んでこないのって。飲んでくると思う。うん、ご飯食べれば。うん、ご飯食べてさ、飲んでくるよ。そうするとね、テレビずっと見てる。うん。ね。多分ここに来ないよ。向こうにいると思う。うん。そうだよ。ね。ありがとうね。うん。開けた。ピーって音がしたねって。信号だよ。うん。電子レンジなんかやってんじゃね。なんか食べるんじゃね。ね。本当だね。うん。ありがとう。ありがとうね。今度ね、今度字が出たら休むね。ありがとう。ありがとうね。ね、暗いもんね。もう暗くなったね。うん、ああ、ごめんね、こんな暗くて。私は目がね、痛いのよ、電気つけると。だからギリギリまでね、やってんのよ。ああ、ってことは、外食しないのかなって。そうだね、ポニーテイラーちゃんね。そうだよね、考えてみりゃね。うん、そうかもよ。うん、ね、そうだね。うん、ピーってね。そうだよ。今日は、しないかもね。うん、きなこちゃん、こちら、こんばんは。初見です。って、ナイスしました。って、ありがとう。きなこちゃん、ありがとう。初子ね。ありがとうございます。ありがとうね。きなこちゃんごめんね、こんな暗くって。うん。ね。ああ、私ね、目が痛いのよ。ポニーテラーちゃん、トイレって。ねねちゃん、揺れてるねって。え？揺れてる？私？私？うん、ちょっと揺れた。うん、さっきね、たまげたよ。揺れたったから。地震来たんかと思っちゃった。あ、私のことね、ありがとう。ありがとうね。ひよこちゃん、よしえさん、お疲れ様。ナイスです。ありがとう。ありがとうね。皆さん、ありがとう。70、78だ。78。あと22だ。22で700。ありがとうございます。ありがとう。でも引かれるよ、きっと。私一人でやってるから。ね、閲覧がないもん。引かれちゃうな、今日も多分。ね。ありがとう。ひよこちゃん、ありがとうございます。ナイス。ありがとう。ありがとうね。もうそろそろ電気つけるか。うん、立つんよ、じゃあね。信号につけてもらおうか。ね、うん、ああ、なしちゃん、お疲れ様、初コメってありがとう。なしちゃん、ありがとう。初コメさん、ありがとうございます。ありがとうね。うん、よろしかったら、ナイスナイス、よろしくお願いします。よろしくね。ありがとうございます。ありがとう。うん、なしちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。おと、おときちゃん。ナイスをしましたよ。娘はワイハイのせいでナイスをせませんでしたって。ありがとう、おときちゃん。ありがとうございます。ありがとう、おときちゃん。ありがとうね、みんな。ありがとう。銀河さん、ヨセさん、頑張れって。ありがとう。初コメって。ありがとうございます。初コメさん、ありがとうございます。ありがとうね。こちらよろしかったらナイスナイスよろしくお願いいたします。増えてきたよ。ナイス増えてきた。81になった。うん、あと19だ。あと19。あ、空之助ちゃん、よせさん、こんばんは。今日は猛暑だったねって。ほんとね、猛暑だったね。暑かったね、空之助ちゃんね。あ、大丈夫。ああ、水分補給してね。ありがとう、空之助ちゃん。暑かったね。長瀞36度ぐらいよね。そうだね、空之助ちゃん。ポニーテイラーちゃん、
あらーってね、ふわふわさん、妖精さん、ナイス、たくさん増えますようにって、ありがとう。ナシちゃん、熱中症予防してますか？はい、してますよ。飲んでます。はい、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。13、14、15、16、17、18、19時か。7時か。7時だね。これで終わる？一旦。うん。ちょっと休まないとくたびれるもんね。そうだね。うん。ありがとう。9分だ。ねねちゃん、ナイス増えて。よかった。休憩して夜。頑張ってね。ありがとう。ありがとうね。うん。ありがとうみんな。ありがとうございます。ちょっとね、今度は8分で終わるかんね。うん。休憩しないと待っちゃうもんね、私もね。うん。いくらなんでも。うん。今日2時から始めた。うん。ありがとう。ありがとうございます。うん。ありがとうね。うん。あ、ごめんね、こんな真っ暗で。ね、うん。電気つけようってだって、立つんがようじゃね。うん。ごめんね。うん。ああ、ごめん。あ、目、顔が見えなくなったな。ゆなちゃん、風船。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう、ゆなちゃん。ありがとう。なしさん、食欲ありますか？はい。食欲あんまりないんですよ。あ、うんちが出なくてね。あ、でもさっきちょっと出た。うん。だからさ、何食ったらいいんだろう。ねねちゃん、真っ黒、クロスケだって。そうだね。真っ黒、クロスケ。本当だね。あらまあ、お大事ですよ。ありがとう、ナスさん。ありがとうね。うん、ありがとう。シンゴさん、電気つけてくんねえかな。ね。シンゴ、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 いないの？え？あれ、車あるで。いねんかさ。シンゴいねえで。うん、どこ？うんこか。出かけたかなって。うん、車ある。うん、ポニーテラちゃん、車ある。うん、あれ、つんぼだからさ、呼んでも聞こえねえんだよ。ガサーごそーしてたからねって。そうだね、うん、ごめんね、うん、あと6分だけどこれで我慢してくれる、うん、次電気つけるから立つんよじゃねえんだよ。ごめんね、立つんがね、立てないのよ私はね。ごめんね、こんな真っ暗で。真っ暗クロスケだねこれじゃあね。本当だね、うん、ごめんね皆さん、ごめんね、うん、ありがとうね。78名の閲覧の方。ああ、ごめんね。にゃんにゃんちゃん。電気のリモコンがあればね。そうだね。立つんがよじゃねえんだ。えいせんさん。よせさん。大茶梅の YouTuber から見ました。あ、動画。ん？加藤さんと共演ってよくやるんですか？え？加藤さんよく やるんですか？加藤さんってわかんないよ。うん。なんだろう。ごめんね、エイセルちゃん。初コメント。ありがとう。エイセルちゃん、ありがとう。よかったら、ね、ナイスよろしくね。よろしく。ナッシさん、暗いと足元危ないですって本当だよね。ポニーテラちゃん、次は20時半ですかってね。8時半、8時半ってことだよね、うん、あ、そのぐらいかな、うん、ありがとう、ありがとうね。13、14、15、16、17、そうだね、7時だもんね、うん、そうだね、そうね、そうだよね、8時じゃね、くたびれちゃうもんね。確かに、確かにね、ほんとね。
ありがとう。ふいちゃん、あっちよ。ナイスをしたけんね。って、ありがとう。ありがとうね、ふいちゃん。あと4分しかね。ありがとう、ふいちゃん。ありがとう。ワインでケーティー、ありがとう。ありがとう。暗闇でごめんね。ふいちゃん、ありがとう。ございます。店長さん、ありがとう。ありがとうね。おときちゃん、ワイヤス、信号、話もっと早く聞きたかった。アカウントを変えたら、しばらく見られない。よせさん、頑張って。ありがとうございます。ありがとうね。あと4分、あと4分でございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ごめんね、こんな真っ暗で。うん、ね、休憩するからね。ありがとう。ありがとうね。ふいちゃん、ありがとう。ありがとうね。あっちいいね。ふいちゃん、体気をつけてね。ね。明日、うなぎ食べに行くけんねって。あ、そうなん。いいね。なんか、ゆうさんの言葉に似てんな、ふいちゃん。うん。行くけんねってね。うん、あ、いいね。うなぎ、美味しいね。うん、美味しいよ。うん。いいな、うん、ごめんね、暗くて。あと3分。皆さん、遅くまでありがとうございます。休憩いたします。ありがとうね。ごめんね、こんな暗くて。暗闇真っ黒けーだけーだよ。ありがとう。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。ありがとうね。ごめんね、こんな暗くて。立つんがよいじゃねえんだよ。うん、ああ、寂しいけど、待ってますねって。ありがとう。ポニーテーラーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。うん、ありがとうね、うん。ありがとう。ふわふわちゃん、大丈夫だよ。一休みしてねって。ありがとう、うん。こんな真っ暗でごめん。目が痛いんだよ、私。明るいの。自然のね、外の、景色、なんていうの、明かりが好き。うん、ここ、目が痛い。目がおかしくなる。本当だよ、うん。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。ありがとうね。うん、ありがとう、うん。ありがとうね。お疲れ様。あと1分か。こんな暗くてごめんね。うん、悪いね、うん。電気つけないで。立つんよ、嫌ねんだ。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございます。本当ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとうね。慎吾、お風呂へ入ってたで。ミナノにうなぎ食べに行くって言ったでしょって。あ、そうなん。ミナノ、うん、有名なとこあるよね。ウィーちゃん。いいね。いいね。めっちゃ頑張れね。まだやってるんですか。ええー、ね。あら、戻ってきた。ナイスいくつぐらい行ったんですか。私、うん、ナイス、うん、わかんねえ、600、うん、ちょっと電気つけねえとわかんねえ。ちょっと600ね、687か、687だってね。えみちゃん、停電ですかって。687ってね。信号、信号、信号、687だよ。ああ、一人で頑張ったんだよね。ありがとう、皆さん。ありがとう。687だって。ありがとうございます。ふいちゃん、またねって。ああ、ありがとうね。ありがとう。ありがとうね、ふいちゃん。ポニーテーラーちゃん、ありがとう。ユナちゃん、またね。ありがとう。うせとこ、ありがとうございます。ありがとうね、ユナちゃん。ありがとう。エイゼンさん、ゆっくり休んでねって。ありがとう。